さあ始まりました、アメリカのネブラスカ州から2人の暇人によりお届けしております。メインパーソナリティのコウスケと私です。このダルシーリンチというポッドキャストではアメリカ在住の留学生が映画や音楽、趣味のことなどをアメリカのカルチャーを交えつつ好き勝手に喋るだけのドレッシングです。やっていきましょうか。はい。前回はしげさんのその映画のおすすめベスト5みたいなやりましたね。うん、はい、そのまあ人におすすめするんだったら何をおすすめするかみたいなのを喋ったと思うんで、その時にまあ俺の自分のベスト5みたいなのを喋ろうかなって思ったんですけども、時間がなくて、だからまあ今回ちょっと自分のを喋ろうかなって思うんだけど、その前にちょっと、まあ映画に関する雑談というかそれを軽くしてからそのベスト5に入れたらなって思います。はい、はい、今日まず一つおめでたいことがあります。おめでたいこと、はい、何、今見たら今日何がウォルト・ディズニーさんの誕生日です。だからねびっくりした俺も今、そのいつも俺今日何日、今日は12月の5日、5日、うん、ウォルト・ディズニーさんの誕生日です。だから何やマジで何やその私いつもその iPad のあのウィジェットの欄でその、IMDB っていう映画に関するアプリって言えばいいのかな、あれは、まあ、その結構、アメリカとかその海外では主流 の、 その映画の情報サイトであったり、その映画のを見ると、それのキャストとかが全部見れたりとかするっていうアプリがあるんですけど、うん、それの、今日の有名人、今日の、誕生日の著名人みたいなそのウィジェットを作ってて、うん、そこにいろいろ毎回出てくるじゃん、うん、で、あ、今日誰々誕生日だよみたいな結構 言ってるじゃんとか、あと今日誰か知ってる人いるかなみたいな、うん、お、この人いるじゃんみたいな、で中見てたらあんまなんか誰も知らないなって思ってたんだけど、一人ポツンと白黒の写真でウォルト・ディズニーだったからこれはで、しかもさっき見つけたからこれは言わなあかんと思って、どうでもいい、あれどうでもいい、どうでもいい、どうでもよかった、あれそうか、なんか他に知ってる人いたりするじゃん、なんか個人的にはあんまりちょっとパッとする人がなんかどっかで見たことあるかなっていうような人はいたりするんだけど、でも顔見たことある人はおるけど、でもパッとじゃ何の役をやってたかって言われるとちょっと微妙かな。これはあれやで、フランキー・ムニツは、うん、何やったっけなマイ・ドッグ・スキップやったかな、なんか犬の映画があんねんけど、犬の映画、うん、なんか犬皇帝、うん、はぁみたいな、もうすごいやそういう映画の確か主人公の役をしてた全然パッとせんやウォルト・ディズニーでしょ、ウォルト・ディズニーでしょ、そう、もう言わなあかんと思って、それはそうはないかな。前回そのなんか軽くその邦題と現代のタイトルの違いみたいなところでちょっとディズニーを扱ったっていうのもあ、そうね、そう、うん、っていうのもあって、ちょっとこれだけは言っとかなきゃあかんと思ってちょっと 言っときました。まあ別に、はい、そんな興味ないですすいませんでした、はい、でまあちょっと話そうかなと思ってたのが、うん、結構まあ俺もそうだししげさんもいろんな映画見たりするじゃん、うん、特にしげさんは、うん、でいろんなジャンル見たりするでしょ、ほんまオールジャンル見るでしょ、でその中でやっぱこれはやっぱ一番よく見るっていうようなのだったりとか、ジャンルで、ジャンルでとか、あと逆にこのジャンルは、うん、まあ嫌い、もしくはちょっとこう見るのに腰が重いというか、なんかそういうようなものをちょっと話していこうかなっていう、うん、まあそのなんか監督別とかなんかこの俳優とかってなってちょっとまた話が膨らんでくるから、うん、今日はちょっとこのジャンルっていうところで絞って、ジャンル、うん、なんかこのジャンルはよく見るとか、結局見てみたらあこのジャンルが多かったとか考えてみたけど、うん、ほんまにないわ、うん、でも本当にでもそんな感じで何でも見るっていうような感じだよね、うん、なんか、うん、気分ほんまに気分まあ確かにそう、逆に苦手なジャンルっていうのはあったりするとか、苦手なのは、うん、とか結構こうちょっと 見はするけどちょっとこうなんか友達から一緒に見ようぜって言われないと自分から見ないようなジャンルだったりとか、個人的に思ったのはそのスプラッターはあんま見ないじゃん。あ、スプラッター見ひんな。でしょ。うんうん。なんでやろう。だから内容がないといいですよね。うん。あのゾンビ映画とかホラーは好きやねめちゃめちゃ。そうね、うん。うん。でもゾンビ映画とかあと
SF？ うん、まあそうか。あのなんていうん、宇宙人が出てくるようなクリーチャー。いわゆるそのなんか誰もが想像する SF みたいな、うんうんうん、とかスプラッター映画は好き好んで見えへんかな。確かにそこまで。なんでか分からんけど。なんで、でもそのスプラッターに関してはその前から結構言ってるから、その内容がないみたいな。そんな結構もうただ単に血が出てぐしゃーで、そのホラーで言ったらそのなんか中身があってちょっと怖くてじわっとするのがあるからとは言ってるけど、内容が欲しいっていうことなのかな。やっぱりなんかな、分からんけど。いや多分そのスプラッター映画好きの人からしたら、うん、いや内容あるでみたいな、まあ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 、まあ、かもせんけど、うん、なんか結局スプラッター映画って見る目的がそれやん。まあ確かにそれが好きだから見るっていう人が結構多いだろうね、うん、とかいろん、例えばなんかそのお腹が切断されるシーンがなんかすごいからとか。そうとかね。うん、そうね、確かに、うん、え、あ、怖い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 、うん、え、絶対言うやろな思ったけど、絶対やっちゃうかんやつだし、ね、絶対やるやろなと思ったけど、うん、でもそう見たことある？そうは、うん、一回あるかな。でもうん、あれ結構そのスプラッター要素は確かに強いけど、うん、あれ意外と内容あるというか、うん、意外と最後えってなるし、あれ意外とおもろいというか、うん、意外といいんよあれは。だからスプラッター見始めるのだったら、でもあれはどうなんだろう、スプラッターの始まりにあれはいいんかなんかしつこく感じるんやと思う。いやもうええねんみたいな。1個の映画で、はい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 、例えば2回確かにとか、うん、そういうシーンがあるのは全然いいねん、うん、そのこの間出たセブンであったりとかさ、うん、はいいねんけど、別にそのあれだもんね、グロいのが苦手とかっていうわけじゃないもんね。全く、うん、もうなんかしつこないみたいな。確かにもうええねんええねんええねんみたいな。なんかずっとなんか豚骨ラーメン食ってる気分ちょっとつけ文句はしてみたいな感じかな。あ、でも SF で言ったら何なんだろう、うん、SF な。何でも例えばスタートレックとかは好きでしょ。うん、見たね。見たでしょ、うん、あ、スターウォーズ見た。スターウォーズも見たな。見てるか、うん、あ、 SF な。そうね。でも確かになんか自分から見たいとはあんまなってない。俺からどっちかっていうとなんかこれ見たいこれ見たいで結局 SF みたいな感じのパターンが多いよね。そうね。なんでなんだろうね。でも全く分からん全く分からん SF、うん、俺も結構好きなんだけどね。そうね、うん、まあ、このテーマ話した理由がまあどっちかっていうと俺がこれがあるから。ああそうね、ジャンルによって見えひんっていうのが多いな、うん、そう。で例えばしげさんあれミュージカルめっちゃ好きやん。ミュージカルまあ好きというか普通に見るね。でしょ、うん、もうこれ俺がもういろんな結構ジャンル見たりするの好きですし結構いろんなのも見るんだけど、もうミュージカルだけがもうちょっと本当にきつくて。でも多いよねそういう人。多いんかな。多いというかなんかそういう話は聞く。あ、いやまあ、まあうん、全然俺は全くないけど。でしょ。で結構でそういうどっちかというとまあ好きな方じゃん。うん、そうね、うん、なんかそう。でもそういう人の話を聞くと分からんでもない。分からんでもないというか、ああそういうことなんや、まあ、言いたいことは、うんうん、分かるというか。そう、俺はちょっとね、なんかなんで急に歌い出すのとか思うし、でそのしかもなんで急に歌い出すのの前にちょっとモーションがあるやん。あ、はい歌い出しますよのあれがあるじゃん。ちょっと前奏がかかってとか、あとみんなが同じ動きをし始めるから一定のリズム刻み出すとかあるじゃん、ね、はい、あれが何、違和感なの。そうね、違和感もあるし、うん、そんなん言い出したら映画なんか全部違和感じゃん。なんでなんみたいなっていうのもあるし、あと歌い終わった後にその本当に何もなかったかのように戻るじゃん、うん、いやあったやんって。いやいや、そんなん言い出したらいやじゃミュージカルに限らへんやん。いや一旦あったじゃんって。いやそんなホラーとかでもスプラッター映画とかでもそうやん。いやいやいやみたいな。いやもう話がで、しかもその、音楽映画むっちゃ好きで、その音楽が、まあ、例えば出てくる映画とか、ね、そう、例えば、まあ、日本ので言うと、まあ、例えばベックとか、うん、あれを言ったらその、まあ、バンドがどん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 成長するというか、うん、そういったような話になってきて、で実際にその、映画の中で歌ったりとかも実際にするし、うん、ああいうのは全然別に好きなんだけど、あのいわゆるその、セリフが歌詞になってるのがちょっとね受け付けなくてね。なんなんやろうな。だから俺多分レミゼとか多分きついもんね。レミゼなんか見てみ、ババ泣きするで。いや俺も多分無理あれレミゼ見るぐらいだったらマジムカデ人間ワンツースリーの方が楽だわ全然楽俺。
いやいやいや、あれだってあれ本当に言ったら全あれずっと流れてる、あれはセリフなかったんだ、多分ずっと歌のような気がする。で、あったとしても本当ちょろっとでした、うん、もう基本的にずっと音楽流れっぱなしで全部セリフになってるみたいな、うん、だあれはもともとがミュージカルやから、うん、それを映画化してるから、うん、だからずっと歌っちゃう歌やな。ギターも俺無理だあれ、何なんやろな。でもミュージカル映画じゃなくて普通にミュージカルは見れるんだよ。見れるし、そうだ、ソウルとして見たらいいんじゃない。だから何だろうね、だ例えば、オペラ座の怪人は実際ニューヨーク行った時見に行ったじゃん、うん、で映画は見てないんだよね俺まだ。見てないな、見てないんだよね。とかあと、いや見た方がええで絶対、見たんやったら。まあそうか、で映画見てからの方が良かったかもしれんな。どいや分かんない、それ俺映画見てないから。あのシャンデリアカーン落ちるとことか、あー確かに確かに、実際にあとあの歌ね、歌もあその聞く、歌い始めたら何あこの歌かってなったけど、うん、そのオペラ座の怪人って言われた時にこの歌ってパッと出てこなかったから俺、うん、だからそれはもう確かに映画見てた方がそういうのあったかもね。面白かった、それでもまあまあ普通に面白かった、うん、で、まあ、まあ今俺が多分そのシアター勉強してる理由もそうかもしれないんだけど、まあ、今俺ミュージカルはあんま担当というかそれは作ってないから、うん、基本的にその劇ばっかだから、うん、だから劇に必要なもの、そのセットだったりコスチュームだったりライトとかいろいろそういうのを勉強して最終的にそこに、カメラがあったら映画になりますよみたいな、はいはいはい、っていうのなんだから、まあその流れで言えば別にじゃあミュージカルもいけるやんとか思うんだけど、うん、なんかねきつく、でもミュージカル結構その名作というかもう言われるものは結構あるじゃん、多いね。レミゼもそうだし、あとヘアスプレーだっけ、うん、ヘアスプレーも結構好きよね、好きでしょ。そうクラシック映画、クラシック映画なんか結構多くない？そうね、確かに確かに、そう、ね、雨に歌えばやったっけ、分からん、知らんけど、うん、メリーポピンズとかオズの魔法使いなんか全部歌うんじゃない、確か。だからあれ俺ディズニーが見れないのもそうよ、歌うね、歌うしょ、やめてほしい歌うね、歌うしょ、なかなか歌うな、むちゃくちゃ歌うじゃん。だから俺アナ雪も見たことないし、ああいいやん歌ったら、どこで歌ったらいいほんなら、何だから違う、だから例えばバンドがその結成して、うん、だからあれは見てみたいなって思ったの、ボヘミアン、あ、うん、あれはその例えば授業で一回扱ったってのもあるし、うん、ああいうのは見てみたいって思うの、うん、うん、でもねちょっとミュージカルは、うん、他で言うと例えばミュージカルもそうだしクラシック映画もちょっと俺多分無理、白黒、うん、っていうのも無理、あそうだし、あと時代劇、その時代劇は何、その日本のなのかな、いやどこでも多分きついと思 ほうきついと思うっていうかきついかな、ちょっとまずその時代背景が分かんないっていうのもあるし、別に歴史そんな興味、特に日本に関してはそんな、そのなんだろう、戦国時代がどうのとか中国で言ったらその三国志がどうのとか俺別に興味ない。だからちっちゃい時になんか漫画とかあったじゃん、結構学校にあった、めっちゃ読んでたでしょ、読んでたでしょ、俺もう全く興味なくて1ミリもめっちゃ読んでたで。でしかも中国史なんてむずいやん。うん、むずいね。もういろんな人出てきてさ。確かに。っていうのもあるし。三国無双やってたら。あ、それ言うよね、ちょくちょく、うん。あれやってたら結構覚えるみたいな。うん、そう、三国無双やってたら。ああ。いい。じゃあ、その海外の歴史ものもあかんの。例えばなんか、あれは一応、時代劇というか時代劇ではないのか、歴史もの、300だっけ、まあ言ったら歴史ものでしょ、あれやったりトロイやったりとかさ、あまあ史実なのかどうかは知らんけども、なんか半分神話みたいな、そうねそうね、話やけど、まあ、一応でもあの300シグさん結構好きよね確かなんか前見てたのをちょっと横目で見て、うん、別にそんな好きくないなって多分思ったんよね、別に好きでもない、普通ああそうか多分そんなに基本的にそのなんか時代でも戦争系は結構好きは好きなんだけどね、それももうなんか多分なんか時代が違う時代劇じゃないん、それはそうそう、だから言ったらそのあったことを実際に歴史のものでしょ、うん、だ多分昔すぎて白黒のものが多分あんま好きじゃないのかな多分、うん、だ最近のものであってほしいっていう、はい、でそうね、まあジャンルはそんな感じかな、うん、うん、俺は結構そのまあしげさんはその苦手なのはあんまなかったりするけど、うん、俺は結構その苦手なのがあったりして、だからしげさんとも前だからヘアスプレー見てた時も、うん、
多分死んだような顔で多分見てたと思うし、うん、面白いで、うん、俺の方がまあどっちかっていうとその好き嫌いはあるっていうような感じですね、うんうん、だから多分この後ちょっともこの流れでちょっと行こうかなと思うんだけど、あの俺のベスト5もだから言ったらそういうようなことがちょっと絡んでたりとかするような一応ベスト5になってます。これどうする、しげさんに渡しとく、これなんで、まあ、一応俺が持って俺が進めとけばいいか、うん、全然、うん、そっか。でも多分これうーんと俺の今からベスト5をちょっと話そうと思うんですけど、多分おもんないと思うよ。もうど定番すぎるものばっかだし、でもそういうもんじゃない、その人におすすめするベスト5ってうん、っていうことでやったんじゃなかったっけ。そうだからちょっとど定番すぎて多分あんまり面白くないよ。誰に対しておすすめするの感じかな多分。いいやど定番で。まあそうね、じゃあもう早速行っていきますか。そしたら、うん、まずじゃあ第5位から、まあ、一応まあ今のところ の, その人生のベスト5っていうのを俺はじゃあ人におすすめしようと思って、うん、話していきたいと思います。でまず第5位がエボリューションっていう映画です。クセがね、違うね、全然全然もうど定番。ないどんな内容、みんな見たことある。何内容、内容ねえあれあれマジで本当にね見て思ったし、その、まあ、予告編はまだねちょっとね、なんだろう、そそるというか、うん、なんか一応予告編ではなんかね島に病院があって、そこにはなんか子供たちだけしかいないみたいな、うん、でその人たちになんか特別な治療をしている、でその治療とは何なのかみたいな感じで、すごいなんか綺麗な映像とともに予告編が流れるの、うん、で実際に見てみて、これ90分ぐらいの映画なんだけど、うん、もっと短く80分ぐらいかな確か。で結構見やすい映画なんだけど、マジで見て、話は理解できん、うん、結局最後まで見たし、けど結末は、結末は言わん方がいいと思うし、多分でも一応そのストーリーはあるのね。そうだからここが面白いので、なんでこれベスト5に入れたかって、結構その全部この1位2位3位4位5位全部基本的にジャンルは分け違うものにしようかなって、あんまり固めないようにしようかなと思って、でこれは言ったら映像美というか、もう本当にこの制作がすごいなっていう、もう映像がもうむちゃくちゃ綺麗だなと思って、もうそこだけの映画。そうでこれね中で、いわゆる音っていうのがもう全く使われないの。で結構この映画だったり環境音だったりとか、あと何気ないちょっとした BGM バックミュージック的なのが結構含まれてたりとかするのがあるんだけども、この映画マジでね、そのちょっとしたなんかメロディーとか音楽っていうのが本当に2回ぐらいしか入んなくて、サントラ作られへんやん。いやマジで本当にでいわゆるその例えば環境音、そのね海のさざ波みたいなのは軽く入ってくるんだけど、うん、基本的にもうずっと無なの音、そのセリフ以外、うん、でセリフもね全然ないの。だから個人的に言うと音もないし、脚本もないっていう風に思ってるの、はい、あなるほど。でも映画で言ったらもう致命的すぎるじゃん、うん、何をそれは映したかったので、そうで本当になんでじゃあ5位に選んだかっていうと、もうただ単に本当に映像が綺麗すぎて、うん、で最初水の中からの映像がから始まるんだけど、もうそれすっごいよ、うん、これは予告編でもちょっと見れるんで、ぜひ見てみてください。見たことないでしょ、しげさんこれ。俺ないね。ないでしょ、これどこだっけ、うん、フランスの映画だっけな確か。全然見る気もないしそうね確かに、そんなクセ映画、むちゃくちゃ綺麗映像が、はい、もうそれだけ。内容ないんやろ。なほなあかん。あれ内容だから言ったやん、さっき。あ、そっか言ったで。スプラッター映画とか。スプラッターじゃないよ。内容がないね。SF でもないし。SF でもないのかな。内容がなかったらダメ。すみません。まあでも本当に、全然全然、うん、なんか影響を受けたというか、うん、もうこんな映像どうやって作れるんだろうなみたいな。逆にもうこんな映像作れたらいいなみたいな。うん。いやもう。なんていうの、アートとして撮ってるって。そうね、これに関してはもうそうかもね。もう視覚的にもうそれだけ、だこれだから多分ね、音なくても全然楽しめるかな、うん、個人的には、うんうん、っていうぐらいもう本当に映像が綺麗で終始っていうような映画を第5位にちょっと選んでみました。なるほど、はい。次にそしたら行っちゃってもいいかな、うん。第4位が、この第5位、このベスト5の中で唯一、日本の映画が入ってまして、第4位はバトルロワイヤル。好きやな。です、はい、2000年か2001年かな確かに放送された
放送された放映された映画です、はい、好きやな。アバトルロワイヤル好きだね。藤原竜也が好きやね。藤原竜也がまず好きめっちゃ好き、うん、あと何ビートたけしそうだねビートでもあれでも俺まあ俺その、まあ、時代生きてるは生きてるけど言ったらそのなんだ世代ではない世代ではないから、うん、あんまり知らないけどもなんか社会現象になったからどうのみたいな、うん、っていうのもあるし実際にこれを催したというかこれの影響で少年がこれに似た、事件を起こしたみたいな殺人事件を起こして、うん、言ったらそのクラスメートでクラスメートが一人の男の子がそのクラスメートの女の子を確か殺したかなんかでみたいな感じのような、なんかそういう事件もあったりとかでなんか社会現象にもなって、まあいい意味でも悪い意味でも社会現象になるってまあすごいよね映画が。何が好きなのそれの。なんでだろう。まあその話で言うとまあその時代も失業率が半端なくて、でも日本っていう国家がもう ほぼ壊滅状態にあるっていうので、大人たちが、あるその 法案を可決して、それが BR 法、バトルロワイヤル法っていうので、1年に1回中学生の1クラスだけ対象に無人島に連れて行って、その中で最後の1人になるまで殺し合わせるっていうのがあるって、まあそれだけだよね言ったら。簡単に言えば、うんうん、で多分今の例えば最近流行りのフォートナイトとか、うん、あと、なんだ、ああいう系あるよね、荒野行動。荒野行動、そう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 、はい、ああいうのは、これから絶対来てるよね、多分。ボンボムで。とか、あと、あれ、ハンガーゲーム。あもうまんま、うん、パージとかね。パージはちゃうか。あでも、パージの一番最初というか、その一応話は無人島で実際に実験的にやってるから、うん、多分そこら辺の映画とかゲームは全部これから影響を受けてるし、うん、多分そうやと思う、うん。ハンガーゲームなんかまんまやもんな。そうね、確かに。そのちょっとグラフィックが違って、そのなんか世界観が違うだけで、うんうん、根本的な設定は一緒だもんね。あっこにビートたけしおったもん、バトルロイヤル。そうね、ビートたけしと藤原竜也がいれば。うん、ったらな。勝ったにさ、そのままでよくても。うん、全然。そうね。でもなんでこの映画好きなんだろう。でも本当にやっぱり、その青春時代、その中学生の子たちが、がむしゃらに生きてて、その死に際に吐く一言っていうか、それが毎回名言というか、すごいいいことをみんな言っててっていうのもあるし、まあ、やっぱ一番は藤原竜也が好きっていうところかな多分。でまあ、そのジャンル別っていうか、このベスト5に入れたいの、まあ、日本の映画1個ぐらいちょっと入れとかなきゃなと思って、うん、でまあ日本の映画で言ったら、まあ一番バトルロイヤルが好きかなっていう。なるほど。っていうところかな。いいじゃないですか言っとくけど、うん、その何位こんな感じですみたいな言われても別にコメントはないからの。えなんかこうでこうでこうでどうなんとかない。なんかいや別にない。あれただ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 説明してくれれば了解です。いや全然。ちょっとなんか この後、まあこの後何個か多分共感できるようなああそれはとか、あのシーンいいよねみたいなのが多分来ると思う。そういうのが欲しい。確かに今んとこないから。じゃあ次行こう。はい、うん、じゃあ第3位は、うん、ヘルウィークっていう映画です。見てない。見てないやつばっかやねでこの第3位はまたジャンル別っていうところで、これネットフリックスオリジナルの、うん、最近やっぱほんとすごいじゃんネットフリックス。やばいな。もういろんなのあるし、ドラマもすごいし、力がすごいってのもあって、まあ1個ぐらい、まああんまそのめちゃくちゃネットフリックスの映画見てないけど、その中でもやっぱ一番このお気に入りのヘルウィークっていう、英語タイトルはバーニングサンドだっけなっていう映画を入れました。これは、これわかるかね説明して。まあ分からんけど、うん、これ話の内容なんですけど、アメリカの文化の一つで、大学の文化の一つで、フラタニティとソロリティっていう、アメリカの団体がありまして、まあ、日本語に直訳すると、まあ会員制の学生社交団体、社交クラブみたいな感じ、うん、一応まあ日本の大学でいうと、まあサークルだったり部活っていうのが感覚的にはちょっと近いのかなみたいな、うん、で も全く全然違くて、結構その伝統もあって、秘密主義、ん
そのなんかいろいろ決まり事もあって喋っちゃいけないことがあったりとかっていうのいろいろあったりするんですけど、その、フラタニティに、加入するまでの、話、うん、で、このフラタニティが黒人のフラタニティ、黒人ベースのフラタニティで、まあ、主人公もその、入ろうとしてるうちの一人で、うん、で、フラタニティに入るまで、まあ、これはフラタニティにもよりますし、まあ、映画っていうのもあって、まあ、いい部分も悪い部分もむちゃくちゃ誇張してるっていうのもあるから、あれの映画が全てではないんだけれども、まあ、フラタニティに入るまでにいろいろなこう試練があって、まあ、あの映画だったらもう本当に暴力でもうボコボコにされたりとか結構いろんなことがあったりするんですけど、まあ、個人的にやっぱ一番グッときたっていうのかっていうのはやっぱり自分が、まあ、フラタニティに入ってるっていうこと、それがでかいね、うん、多分そうなので、やっぱ見てる中でもう共感できる部分がやっぱむっちゃあって、まあ、ちょっとどことはあんまりちょっと言えないからあれなんですけど、うん、でやっぱ、自分も入る時に、そのグループを作って入るというか、うん、その同じタイミングで入りたいっていう子たちがやっぱ何人かいるわけで、同世代、同期というか、まあ、同期、うん、まあ一応同期っていうような感じで、でこの映画の中でもその同期っていうメンバーが6人か7人ぐらいいたのかな、うん、でこの映画の中でも序盤の方で1人抜けたりとか、うん、2人抜けたりとか、きつくて、うんうん、っていうのがあったりするんだけど、やっぱ自分もそうだけど入った身からするともうそういう人たちってどっちかというと、負け犬というかそのこんな試練も耐えれないのかみたいな、うん、感じのやっぱ気持ちになっちゃうし、うん、でその映画の中の人たちもやっぱそういう気持ちなの、はあうん、あいつドロップしたなみたいな、はあ、でそいつが例えば一人でちょっと遠いところを歩いてて、うん、じゃあ車で乗っけてやろうぜっていう風になると、うん、いやいやって、うん、あの先輩とかその上のフラタニティの人に見られたら、うん、俺らが怒られるから、はあ、って言ってその人を一人で歩かして帰る、はあ、っていうような感じで、やっぱりこのやめたれよ、何が送ったれよ。だからまあそれはちょっとやっぱフラタニティのあれがあってそうっていうのもあったし、やっぱそういう風に抜けた人っていうのはやっぱこの負け犬というか、やっぱこのうん、うん、自分たちからやっぱちょっと一歩やっぱ違うんだなっていう風に見たりするっていうのもあるし、うん、でこの一番何がすごいかって主人公のお父さんもその同じフラタニティに入ろうとしてた、うん、で途中で抜けたの、はいはいはい、そうで、だから子供からしてみると、うん、お父さんはフラタニティに入れなかった負け犬というか、うん、ちょっと弱い人なんだなっていうようなやっぱ実感があるわけよ、うん、その主人公は。で自分はもう何があっても入ってやろうって、うん、でそこに入ったら絶対人生変われるんだみたいな、うん、感じの意気込みで入ったんだけど、うん、まあ彼女がいるんだけど、うん、とか友達もいたりとかで、フラタニティに入る前に結構やっぱお金使ったりとかっていうのもあって、うん、その映画の中ではっていうのもあって、まあ、お金もなくなって、でまあ、ちょっとこう話でいくとちょっと彼女との関係もちょっとなんかギクシャクしてって、うん、でこういろんなものを失っていってっていうようなちょっと話になってて、最後すごくて、うん、もう開いた口が塞がらないというかそう落ちるんだみたいな、ただこれね、うん、俺がこのフラタニティに入ってるからっていうのが、いやまあそうほぼそれやん、うん、でもやっぱもう多分これ作ってる人間が多分フラタニティに入ってるんよ 100% あっていうぐらいの作り込みというか、分かりやすい、まあ、一つ挙げると、車の中での結構描写が多かったりするの、うん、車の移動だったりとか、うん、車の中でちょっとこの会議して話し合ってたりとか、うん、同期のメンバーで本当そうなの、これはまあ大丈夫言ってもそうな、うん、車の中で会議すんの、会議というか話し合ったりとか、うん、移動が多かったりとか、うん、ちょっとその車の中で揉めたりとか、うん、いやもう本当そうだったのそうなのそうなの本当にそうなの、うん、でこれはちょっともうなんか共感できる部分が多くて、なるほど、うん、だからそこがちょっとでもまあ、うん、まあそうね、でもフラタニティソロリティっていうものが一体どういうものなのかっていうのがちょっとやっぱあんまり日本人の学生からするとあんま分かんないし、うん、そういう人たちからするとちょっと何の話なのかなみたいになったりするし、最後に結局じゃあ何が伝えたかったのかなっていうようなところがちょっと分かりづらい部分もあるかもしれないけど、まあ自分は個人的に好きっていうのもあって、うん、でこのヘルウィークっていうこの名前のタイトルの意味が、
ヘルウィーク、まあ、地獄の1週間みたいな、うん、でこの、フラタニティに入る間、うん、1週間あるんだけど、その1週間が地獄のようにきついからっていうので、あ、なるほど、ヘル準備期間じゃないけど、準備期間、そう、見習い入るまでのね、そう、うん、っていうのでヘルウィークっていう名前が来ています。これはまあ、Netflix オリジナルでまだ確か見れるんで、ぜひ見てない方は見てみてください。めちゃくちゃ面白いし、俺は好きなんで。じゃあ、第2位に行ってよろしいでしょうか。どうぞどうぞ。はい、第2位は、インセプションです。あ、好きやな。これはまあ喋れるでしょ、さんも。いや、喋れるけど、喋れるというか、うん、見たけど、うんうん、これはレオナルド・デカプリオ、デカプリオ、うん、が主演で、あと、渡辺謙も出てるね。出てる、うん、で、この監督がもうクリストファー・ノーランがもう大好きっていうのもあって、好きやな、わけのわからん、すごくない、でも。いや、すごいと思うよ。すごいでしょ、うん、多分もう次のこの1位にも上げるんだけど、こういう人を多分天才っていうのかなっていう。バグってるなこいつは。いや、でも、うん、最近のあれテネット見てないじゃん俺ら、うん、だからちょっと見てみたいなって思うし、もう考察とかむっちゃ合ってるじゃん、うん、だから多分そんだけなんかおもろいというか、いろんなところにこう散りばめ、伏線が散りばめられてるというか、うん、映画そこまで考察せな分からんかってならへん。だからもうなんだろう、もっともっと見てったら、あ、これ何なんだろうみたいなのがあるだけで、だるってならへん。なんかで、まあ、このインセプションっていう映画は、話で言いますと、主人公のこのレオナルド・デカプリオは、これ結構近未来の話だよね、これ。うん、SF やね。うん、SF で、うんと、人の夢の中に入り込んで、夢の中で相手の機密情報だったりとか、大事な情報を盗むエクストラクトっていう仕事で働いていて、うん、である日そのエクストラクトでちょっと失敗しちゃって、でこの渡辺謙にまあ捕まるというか、うん、でこの渡辺謙に捕まって、こいつから依頼されたのが、エクストラクトの仕事ではなくてインセプションっていう仕事をしてくれっていうふうに頼まれて、うん、じゃこのインセプションが何かっていう と、この夢の中に入ってアイディアを埋めつけて、それを現実世界で実現させてほしいと、ほう、うん、っていうことをしてくれっていうのをレオナルド・ディカプリオに頼まれて、うん、いやそれは無理だと、できないと、うん、そんなことはできないって、ゾウ、うん、って考えるな、じゃあ行くよ、ゾウって考えるなとか、うん、あとなんだろう、リンゴって考えるな、うん、何って考える、ゾウでしょ、うん、そうだから、そのアイディアを埋めつけるっていうのはすごいなんか難しいことなんだよみたいなことをなんかすごい説明してて、最初の方 で、うん、で無理だよっていうのを言って、ただこのレオナルド・デカプリオちょっと過去にいろいろなことがあって、アメリカに帰れない、アメリカに帰るともうその時点で警察に捕まってしまうっていう、このちょっと過去があって、だからもう今世界中を飛び回ってる状態で、ただこの渡辺謙はすごい力持ってて、もしこのインセプションが成功したら、この犯罪歴を全部消してやるよと、やばいよ、うん、だからもうアメリカに返してやるよと。で、このちっちゃい子供2人いて、うんうん、そのレオナルド・デカプリオに、うん、そう、ね、そう、だからそいつに合わせてあるよって、うんうん、って言ったら、あ、いいよって、じゃあやるわって、このインセプションやったるわって、うんうん、でまあいろんなこうチームメイトというか、それを集めていって、夢の中にどんどん入っていくっていうような SF の話になっていて、なんか俺インセプションとシャッターアイランドがごっちゃになる、うん。なんか、ああ、ほう、マクラファロー、どっちがどっちやったかなと思って。インセプションはあのコマのやつで、コマ回す、いや分かってんねん、分かってんねんけど、あれみたいな、あ、奥さんが子供を殺したのはどっち、うん、奥さんが子供を殺したのはシャッターアイランド、シャッターアイランド、シャッターアイランド、もうそれが分からんくらい、奥さんが死んだのが、うん、あ、そう、奥さんが、自殺したのがインセプション、はあ、言っちゃっていいかな、大丈夫かな、ここまでは、うん、多分大丈夫かな、知らんけど、まあ、大丈夫、うん、いろいろあって、うん、っていうようなまあ話になっていて、これ俺一回見、これどうだった、一回見た時理解できた、一回目正直、うん、今パッて言われても、うん、なんか話の内容思い出されへん、 あんまり、あ、俺もうこれ一回目見た時も衝撃すぎて、うん、で話の内容的にはうっすらと分かって、で最後のあのすっごいオチあるじゃん、え、どっち、あ、はいはいはい、どっちってのあるじゃん、ね、うん、
ああなってよってなるじゃん、うんうん、ああいうその流れまでは全然分かったんだけど、うん、じゃあ実際にこの夢の中に入るっていうのも、夢の中に入ってそこで、何かしらのいろいろ活動するんじゃなくて、夢の中に入って、うん、さらにその夢の中でまた眠って夢の中に入って、うん、で第2層目に行って第3層に行ってでそっからまた第3層に行って、うん、ってなるから、これどこの話そう分からんくなんだよね。そうっていうのもあって、でじゃあこの第3階層よりもまた上に虚無っていうところがあって、うんうん、でこのじゃあ一番最初に使われた映像ってどこの映像なのみたいなこれ結構あるよね。あのクリストファー・ノーラン、クリストファー・ノーランはもう時系列ぐっちゃぐちゃにするから、で基本的にこの最初の映像が後から回収するじゃん、一番最後だったりとか、うん、分からんくなる、うん、ほんまにっていうのもあって、もうほんと何度も見たねこれ、うん、この日本帰る国内とかあの飛行機内か、うん、とかでももう何回も見たし、こっちにいる間も何回も見たし、なんかこう病みつきになるというか。でもインターステラーはそんななんやろ。あれむずすぎない？でもなんかその人によってはもう、うん、あれが一番いいっていう人もいるよね、インターステラー。一応なんだっけ、インターステラー、あーインセプション、あれなんかそのね、うん、と、テネット、なんかね、その時系列のなんか過去、現在、未来みたいなのがあったりとかして、その3つがなんか、あいつの代表作みたいに言われてたりとかして、世間で。でも、このインターステラー、まあ、SF は SF やけど、そうね、あの実際の、なんて言ったらいい、再現度、うん、とか、そのなんか物理学的法則というか、うん、すごいらしいね、あのインターステラーって言われてるよね。うん、なんなんやろうな、うん、あいつ何がしたいん。あれはちょっとあれだけはちょっと理解できなかったし、長いし、何がしたいんやろうな、まあ、あいつの絵がちょっと長いか、全体的に長い、うん、だって多分一番最初に見た、うん、あいそのクリストファー・ノーランの映画が、うん、多分メメントやね、メメントくせえ。でもうメメント見た時点でなあこれってなって、うん、っけなわからんみたいな、でどうなっていったみたいな、結局逆再生ってことでしょあれは。そうだし、でも本当にじゃあ最後のことが本当に合ってるのかって言われるとさ、もうなんかふわっと刺して終わるやん、あいつ全部。いやもうどっちみたいな、そう、でもえって、あ、綺麗に終わろうよ。でもクリストファー・ノーランはいわゆる、商業映画って言われるものかな、うん、バットマンとかダークナイト、あそうバットマンではない、ダークナイト、ね、とか、うんうん、3作品撮ってたりとか、っていうのもあって、まあ、その商業映画も撮れるというか、うんうん、そういうのもまあ人気の監督になっております。で俺はまあそのクリストファー・ノーランの中で言うとインセプションが一番良かったですね、うん、あれを見たいんだよね、インソムニア、あれクリストファー・ノーランだっけ、うん、クリストファー・ノーラン、ね、そうあれをちょっとずっと見たい言ってて、俺多分見たことはあんねんけど、うん、覚えてない、っていうだから一緒にちょっと見ようぜって、ね、結構いろんなところで探したりしてるけど、アルパチーノ出てるから絶対に見たことあんねん、うん、内容は覚えてない、でも不眠症の話だからね、絶対やばいよね。どんなやったっけな、ちょっと見たいな、探さなんかね、ちょっとね、うん、近いうちにちょっとインソムニアか、うん、はちょっと見たいと思います、うん、はい、ちょっとまあじゃあそんな感じで、じゃあ第2位はちょっとインセプションでした、うん、はい、で続きまして最後第1位ですね、流行る第1位になりましたのは、うん、ダンサーインザダークです。全部クセや、え嘘、全部じゃ、嘘だ嘘だ。でしかも俺その5本中4本見てないからな、うん、そうかインセプションは見てるのか、うん、そうかそうかそうか、なんで見てないの、えもう前評判で見えへん。でこのダンサーインザダーク、さっきまでの話を聞いてた人はえ多分そのダンサーインザダーク知ってる人で今までの話聞いてたら、うん、えってなってる人も多分結構いて、そうよミュージカル映画、そうなんですよ、あれって言ったらミュージカル映画で、うん、でもなんか見れたっていうのがすごくて、でまあもう一番はやっぱり、ラース・フォントリアが好きっていうのがあって、うん、あいつ、そうあいつの作品はもう絶対なんか一本入れたいっていうので、うん、だから、うん、ほんまクセやって、えこれを聞いてる、例えばもうめっちゃ映画好きの人がおったとして、好きな監督ラース・フォントリア、クリストファー・ノーランってもう聞いた時点で毒せ、もう分かるやろ、嘘だラース・フォントリア癖
せえってなる。全部好きやもんな、ラース・フォントリアの作品。それで、ま、何個かまだ見れてないのがあって、うん、奇跡の海っていう、ダンサー・イン・ザ・ダークよりも前かな、ダンサー・イン・ザ・ダークが確か2000年でカンヌでパルムドール撮ってて、それよりも前に撮ってる映画があって、それちょっと見てみたいっていうのと、あとドッグビル、うん、癖映画、うん、壁がなくて、ニコール・キッドマンのやつね。そうそうそう、うん、そうだね、うん、が見てないっていうのと、あと一番最新作ハウス・ジャック・ビルド、あれが見れてないけど、他は多分ほとんど見てるのかな、うん、あと、そのラース・フォントリアの息子の、うん、ヨアヌス、ヨア、キア、なんだっけな、ヨアヌなんちゃらフォントリアだっけな、うん、が撮ってる、テルマ、テルマね、はい、うん、あれもちょっと見てみたいなって。あれはでもちょっと、ストリ、なんだっけ、何やるんだっけ、ユーネクストか、うん、Unext にあるからちょっと見てみようかなっていうふうに思ってるんですけど、まあいろいろある中でやっぱダンサー・イン・ザ・ダークがちょっとやっぱ個人的に一番良かったかなって思って、これはまあ話で言いますと、主人公ビョークが演じているテルマ、テルマな、それも、あ、違う、あって合ってる子、いや知らん、あ、覚えてねえよ、ちょっとビョークがまあ演じてる人がいて、その人が移民で、トルコだっけな、どっかなんか、そっちからの移民で、まあ出稼ぎに来てるというか、それで、仕事をしているんだけれども、そのビョークの息子、違う、ビョークがそもそも、目が結構悪くて、病気で、でどん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 視力が悪くなっていくっていうのが、その息子に遺伝してて、うん、息子ももう結構ちっちゃいうちから目が悪くて眼鏡かけてて、うん、でどん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 息子も目が悪くなっていってっていう病気になっていて、でだからその息子のためにもちょっと、お金を稼がなきゃっていうので、うん、この病気がどん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 シフトも入れて夜勤の仕事も増やしてっていうのがあるんだけども、うん、病気の視力もどん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 悪くなっていって、うん、で結構ミスが増えてって職場での、でもその職場でクビになって、でじゃあもうお金稼がなきゃいけないのにどうしな、どうしようどうしようどうしようってなってる時に、うん、ここでまた、信頼してた人うん、がいて、警察官だっけな確か、この人がいるんだけど、この人が家に入ってきて、うん、この病気もう目が見えなくなってきてるから、うん、ちょっと騙したというか、うん、騙して、お金、その今まで貯めてたお金を盗んじゃって、うん、その警察官だっけな確か、うん、隣人の人が、うん、で、それに怒り狂うというか怒った病気がそれ返してと、うん、でいろいろ取っ組み合いになった時に、ね、確か拳銃が暴発しちゃったか、うん、銃が当たってその警察官が確か亡くなっちゃったんだっけな、うん、で裁判にかけられて、まあ、言ったら、まあ、完全にその、正当防衛ではないけれども、うん、でも悪いのは その病気ではなくてその警察官、その金を盗んだ方、うんっていうのになってくんだけど、まあ、どん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 それでちょっと悪い方向に進んでいって、うん、で最後はちょっとね、もうひどい終わり方最後の15分ぐらいはもうひどい終わり方が好きやねんな。まあそうね、確かに、うん、最後の15分はもう一生忘れないね、あれあのミュージカルで、これもうずっとこの、なんだろう、色味も結構暗くて、うん、この話の内容も全部暗いんだけれども、このミュージカルでちょっとでもなんか明るくしようとしてるというか、うん、で最後もそうで、最後最悪な展開になる、で最悪な展開になるっていうのも見てる人間絶対わかるんよ、あれ、うん、最悪な展開に向かってるっていうのが、うん、で、その向かってる途中もミュージカルでその病気が歌いながらその最悪な展開に向かっていって、うん、まあ胸くそ悪いね、あれは、うん、そういう前評判は聞いてるね、確かにそうね、うん、で150分ぐらいでちょっと長いっていうの、うん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 、で見てない、見てない、うん、確かに多分見いや見なあかんなとは思うねんけど、あ、めっちゃ気合いるやろな、気合いる、むちゃくちゃいる、うん、なんかその軽い気持ちで見られへんから見れないよ絶対まだまだかな、あ、でまあ、このラース・フォントリアって他もいろいろ撮ってて、例えば、アンチクライスト、アンチクライスト、アンクス映画、あとは、ニンフォマニアックね、ニンフォマニアック、あとクス映画、メランコリア、クス映画、うん、とかいろいろあって個人的にはニンフォマニアックも結構上位に来てたの、うん、うん、好きやな、ニンフォマニアックとダンサーインザダック結構肩を並べるぐらい好きで、うん、そう、ただニンフォマニアックは一応ボリューム1ボリューム2っていう2部作やからね、そう、
一応そのシリーズみたいな感じになってるから、うん、だからちょっと今回はそのダンサーインザダークかなっていう。2部に分けてすな。ただこれさ、まあ、例えば1位がもしじゃあ良くて、うん、日本マニアックってするとするじゃん、うん、でね、まあ、日本人はいいとするよ、うん、アメリカ人よ、もしね、うん、好きな映画何って、うん、おすすめな映画何ですかって言われた時に、うん、ニンフォマニアックって言った時はね、うん、仮にニンフォマニアックって映画を知らなくても、うん、ニンフォマニアックって映画が好きだよって言った時のさ、うん、反応やばいじゃん。やばいで、いや普通に日本人でもやばいで。でも日本人ってさ、ニンフォマニアックって言った時にさ、うん、どんな意味だろうってならない？いやまあまあ、その字面だけ見ればね。でしょ？ニンフォマニアックっていう映画を知ってる人からすれば、知ってる人からすればね、やばいやっちゃん、うん、こいつってなるで。でもアメリカ人からするとさ、この映画を知っていても知らなかったとしてもさ、まあワードだけ、ワードがやばいじゃん。うん、そうね。うん、これ日本語訳すと何なの？性異常者。なんなんやろうな。うん、もうなん何？なんかすごいよね。うん、性欲異常者みたいな、うん、なんかそんなような話で、これも最後。えぐい、もう胸、あれでもいい胸クソなのかな。なんかでも、え、あ、でも見たけど、うん、なんか俺的にはそこまで悪い終わり方ではなかった。でも、あ、でもそういう選択をするんだって なったよね。うん、うん、あ、そう終わんねん。あの男もゴミだし。そうだから出てるやつ全員ゴミやけど。そう確かに。ゴミやからこそ、うん、あ、この結果かっていう。あ、だから一応可能性として自分の頭の中では最後起こりうることやん。まあね、でもあの最後、でもあの起こりうることの前に結構なんかいい感じで終わったじゃん。そうそうそう、話としては、はいはい、だから俺あのままなんかエンドルールに繋がるのかなって思ったら、あのゴミみたいな展開になって。いやお前ラース・フォントリアやぞ。すいません、それを加味した上で見るやん、やっぱり。すいません、確かに確かに。うん、でもそこまで別に胸クソみたいな終わり方ではなかったかな。かか俺は、まあでもびっくりはするね。おお、うん、でもあれさ、まあそのなんだろう、結構えぐい描写もあったりとかするけどさ、うん、話としてはさ結構まあいいというかさ、うん、どっちかというとその別に本当に変な映画ではないというか、全く全く、うん、結構なんかだって出てる俳優もめちゃめちゃ有名やし、うん、シャイア・ラブーフとか、はい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 、クリスチャン・スレーダーも出てるよね確か。ドイツかがパッと出てこんな。なんて言ったらいいか分からんけど、まあそうね、ジェイミー・ベル。あとは意外とでもそのだ、うん、うん、なんかいろいろ出てるな、うん、まあ、あの最後のおっさんおるやん、うん、あれも俳優の名前は分からんけど、あ、なんか、あ、そう前言ってたね、あの人やん、パイレーツの、パイレーツ・オブ・カリビアンの、そうだそうだ、気持ち悪いやつ、ウィル・ターナーのお父さん、はいはい、そうさそうさ、うん、ブーツ・ストラップ・ビル、はいはいはい、とか。まあ、でもラース・フォン・トリアは結構有名な俳優出てたりするよね。いやすごいね。だからアンチクライストもだってウィリアム・デフォーでしょ。ウィリアム・デフォー、うん、だってあれに関してはもう2人しか出て、まあ、正確には3人、うん、ウィリアム・デフォーともう1人あの女シャーロットなんちゃら女の、うん、あのもう知らんけどラース・フォン・トリアの監督毎回出てる、うん、女の人とあと子供の3人しか出てこないからあれは、うん、で子供も最初の方で死んじゃうからもうあの2人しか出てこないから、うん、すごいね、うん、まあ、結構そのラース・フォン・トリアは結構癖なものを作っててデンマークの監督で一回ちょっとそのカンヌからちょっと追放されたっていう経緯があったりとか、まあ、その辺はちょっと今後ちょっといろいろ話していけど、精神病院行ってなかったっけ、うん、結構なんか確かなんかそ結構本当に精神的に病気持ってるやんな、うん、飛行機恐怖症っていうかその飛行機乗れなかったりとか。ああそうや、うん、カンヌ行かれへんの、だからあの毎回車で、車でな、うん、そう行ったりとか、デンマークからフランスまで、そうそうそう、うん、とか、そうですよ、うん、っていうのも、うん、はい、あります。なんでまあまあ、ラース・フォン・トリアの中で言ったらダンサー・イン・ザ・ダークで、まあ、自分の個人的にもまあ1位はダンサー・イン・ザ・ダークなのでちょっと興味ある方はぜひ見てみてください、うん、はい。でまあちょっと終わろうかなとは思ってるんですけど、最後にまあこの候補というか、うん、いろいろ挙げてたのをちょっと喋ろうかな、軽く喋ろうかなと思ってて、まずセブンが候補に上がってた。この間ちょっと喋ったけど、ね、ちょっと軽くまず全部言うね、うん、セブン、あとセッション、はいはい、うん、いい映画、島模様のパジャマの少年、うん、ザ・フォース・カインド出た。この間なんかそんな話になったの、フォース・カインド何見てた時やったかな、
あれ資料館か。資料館。うん。うん、てかそのやっぱ最近、まあ、ちょっと長くなるかもしれないけど、最近あのやっぱ映画見てる時に、ホラー映画をやっぱ見たいって結構なったりするよね最近。うん、ホラー見たい。やっぱちょっとこうびっくりしたいというか、うん、怖いの見たいとかなって、やっぱ結果いろいろ探して、やっぱジェームズ・ワンあいつすげえな。やばい。うん。ジェームズ・ワンの映画好きやな。いやだってすごいもんなあいつ。うん。うん、なんか他のものも結構やっぱ面白かったりするのあるじゃん。例えばパラノーマルも全然、うん、いやめちゃめちゃ面白い。面白いし、結構そのちょくちょくやっぱライトオフだっけ、あれ、あれもジェームズ・ワンか、あれもワン。あ、そっか、うん、あ、だからなんかこう最近の映画でも制作に入ってることはあるね。うん、うん、そうね。でも監督、監督をしてなかったりするから、うん、でもあいつの監督作品やばいな。全部おもろいし全部怖いというか、なんか音となんかその間合いみたいな、驚かす間合いみたいなのが上手よな。うん、おっみたいな。でだからまあそうね。で日本のホラーとか、まあ、日本の映画全般的に言えることなんだけど、俺もあれがちょっと嫌いで、あの声ちっちゃない映画な。映画あれなんなんやろうな。マジでほんまに俺本当にホラー映画とかもイライラするもんあれ。日本の映画はマジでテレビで見るとき、まあ、映画館でもそうやけど、うん、声ちっちゃい。マジで。あれなんでなんだろう。分からん。だから映画館用なのか。いやいやいや。だからめっちゃ音上げて見るやんか。うん、ほんなら音バリでかいみたいな、その効果音みたいな。そう、だから別に驚かす音じゃなくてもでかいじゃん。うん、そうそうそう。だまあイライラしてしょうがなくて日本の映画。あるね。うん。なんだろうなあれ。それに比べてだからアメリカのホラーはさ。うん。なんだろう、驚かすところでちゃんと驚くじゃん。その日本の映画だったらそのなんか変な、たまに別に驚かすような音じゃないのでもビビったりとかするけど、うん、ちゃんとこの仕掛けがあって驚くような映画があって、特にそれジェームズ・ワンはね。ジェームズ・ワンいいね、うん、でもこのホラー映画の中で多分俺このザ・フォース・カイの方が一番おもろいっていうのであげたんだわほんまの話な。じゃあこれはだからあんまり言わない方がいいじゃん。あ、そっか。そう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 。スカイだな、好きやな、うん、好きだね。これホラー映画で一番好きだな俺。ホラーなんそれは。ホラーじゃないあれは。うーん、サスペン、ホラーサスペンス。 SF 映画だな。いやホラーよ実際にあったホラー映画。いやまあまあまあ、うん、って感じかなあれは。うん、うん、そうなんやでも島村とセブンはちょっと若干前回紹介して、セッションね。セッションね、うん、これよかったわ。これ何年の映画やったかな。2016とか。そんな新しかったっけ。もうちょっと前じゃなかったっけ。いや意外とそんな前やったんちゃうか。いや忘れたけど。あ、でこの時にそのオスカーをバードマンが取ってん、うんうんうん、はい。いやなんでやねんってなった。はい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 、マジで。でも、うん、まあそれはやっぱそうだなと思ったのは、なんだっけ、音響賞だっけ、音楽賞みたいなのあるじゃん、うん、それはもう取ってたじゃん、うん、であと主演男優賞だっけ、あのあいつ取ってたじゃん、あのおじさん主演取ってた、あれ主演だっけ、あの何だっけ、助演かな、あの男の人、シモンズ、JK シモンズ、そうあいつが確か通ってた、はい、うん、でもそれはやっぱそうだなとは思ったけど、いやいやいや、あの映画見た時はほんま衝撃やった最後ね。いや最後というかもう何、あの緊張感、本当にこっちまで汗かく、味わったことなかった、うん、映画でこの緊張感ってやばいなと思った、うん、ほんまにあれすごかったね。でもなんかその実際に例えばオーケストラとかでやってる人って、うん、うわこういう緊張なん、うん、何緊張感なんかなっていう、一個ミスっただけでこうなんのかな、うん、みたいな。いやすごかったこれね。で最後のあのセッションすごいよね、うん、やばいタタタタタタそうあそこはよかった最後な、うん、あれ実際に叩いてるもんな。そう確か、うん、叩いてる、うん、で最後あそこでじゃあなんて言ったかってところ。いやそうやね、せやね、誰も分かんないじゃん。それめっちゃ鬱陶しいねんな言えよしかもじゃあ正確には言ってるんよ言ってるけど、口元 どこ映ってたっけ、この鼻から上やったっけ。でそうやんな、で口が映ってないんだよ。そうでこのちょっとこの、何人中というかこの辺より上が映ってるから、うん、ほんのちょっと口の動きが分かる。だから何かしら、うん、喋ってるのは分かるねんけど、うん、何を喋ってるか分からへん。そうで、あの J.K. シモンズ と、うん、マイルズ・テラーか、うん、の、 あの顔の表情で、うん、今まで の、 あの流れで、うん、あ
こう言ったんだなっていうのが、うん、もう推測でしかないけど、うん、多分まあこう言うたんやろうと。あの後の鳥肌がね、やばかった、はい、あの終わってからの何脱力感というか、うん、ああ見たって、うん、うわ映画見たって久々になる映画やったな、うん、あれは良かったかな。セッションでも撮ってほしかったけどな、アカデミー。バードマン俺ちょっと見てないから見てみなきゃな。バードマンはな、なんかあんまその詳しく内容覚えてないけど、うん、なんで撮ったんやろ、セッションの方が良かったなみたいな俺的には。あ、うん、普通になんかでもあれ多分ね、その多分ショービズの話やねバードマンって、うん、で多分なそういう系でなんかそっちの方が取りやすいんじゃない。最近なんかしかもなんか規制かかってるよね、そのなんか LGBTQ に関してる、もしくはなんかマイノリティが出てる映画じゃないとみたいな、なんかそうあれいつからやったかな、なんか最近規制かかってる、ね、4年後か分からんけど、うん、からなんかその映画に関わる人間、うん、多分出てる人間、ね、出てる人間かな、うん、が絶対一人はそのセクシュアルマイノリティの人間がおらなあかんみたいな、うん、であとはあのダイバーシティみたいなさ、なんか人種、うん、人種問題、うんうん、だからそうね、うん、あれ意味が分からん、どうなんやろうな、その時代の流れとしては、うん、そういうのやってこうやっていうのは分かるね、うん、でも規制するかっていう話じゃない。うん、そのだから例えばそのじゃあ人種差別をテーマにしてる映画があります、うん、そうじゃない映画があります、うん、でじゃあそのアカデミーの人間が審査してその人種差別を扱ってるテーマが、うん、アカデミー取りました、うん、だったら分かるけど、そのなんか規制してまでなのかとんのかなみたいな、なんかこう何年か前にもう白人しか取らへんみたいな、うん、そのオスカーみたいな問題があったやんか、うん、で多分それでその後黒人を扱う映画が増えてきて、なんかそんなんを経てのなんやろうけど、規制してまでなみたいな、もうそうじゃないとだってそのオスカーにエントリーできへんから、そうね、うん、それしてまでな、もしだからアカデミー取りたいんだったらそういうのを絶対入れなきゃいけないっていうわけでしょ。そう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 、それはどうなんだろう、だからどういうふうにそれをするかよな。うん、だから多分普通にその役で LGBT を演じなあかんのかじゃなくて、その俳優自身がそのセクシュアルマイノリティの人なのか、でも多分その詳しいのは分からへんけど、うん、雰囲気的には多分その LGBT、うん、映画内でそういう役をやってたりとかっていうような感じだとは思うけどね、多分むずいよな、うん、ってなってくるとやっぱりカンヌの方がおもろいというか、そういうのはあんまないんかな、カンヌは。どうなんだろうね、あんまり、うん、でもなんかそう思って、まあカンヌ撮った方が、撮ってる作品の方がなんかよく見てる気がするそうかもね、どっちかというと。なんか、あとあれよね、アカデミー撮ってるのも作品賞の方がおもろいってずっと言ってるよね。作品賞だっけ、オスカーじゃなくてなんか違う賞を取ってるやつがなんかおもろかったりするみたいな、分からんけど、うん、何を言ってるか分からん、覚えてないけど、そうね、とりあえずじゃあまあそんな感じですかね、今回は。まあ私ちょっとまあ最後いろいろちょっと話しましたけど、まあ、今回私のベスト5をちょっと紹介しました、うん、まあそんな感じでいいですかね今回は。まあいいんじゃない分からんけど、でもほんまだ紹介やからこんなんしか言いようがないぐらいだ、多分ね、うん、まあもう一回軽く言いますと、まあ、その私、第5位が一応エボリューション、第4位がバトルロワイヤル、第3位がヘルウィーク、第2位がインセプションで、第1位がダンサーインザダークっていうような感じです、うん、でまあ他にも結構いろいろ映画の名前出てきたりとかしたりとかもしましたんで、うん、まあ、興味ある方はぜひ、まあ、予告編だけでもいいんで見てみてもらえたら嬉しいです。はい、はい、まあ、こんな感じですかね、この、まあ、今回は、エピソード4ですね、はい、こんな感じでじゃあ終わりたいと思います。はい、次回のポッドキャストを楽しみにしていてください。それでは皆さん、さようなら。